マイク・トラウト32、4割1分7厘、OPS、1.465、こいつ。今日も元気に5打席連続出塁。ウォークマン、塁に出ればいいと思ってそう。全然衰えないな。選球眼とフォロースルーのマシン感がすごい。マジで野球マシンやろこいつ。また野球ロボットになってしまったのか。頑張らないと大谷出ていくからな。悲しき野球マシン。ピッチクロックでほぼ同じタイミングで投げてくるから機械的なスイングと合う説。マシンが WBC で勝ちたいという感情を得た結果なんだよね。安定感の鬼、もう大金得てサボってもノーダメなのに何をモチベーションにプレイしてるのか。そりゃワールドシリーズよ。通算 OPS が1切りそうになったからちょっと本気出したんかな？今年はマジで通算 OPS1.0 に戻すために出塁の鬼になりそう。記録さえ追えればええわ、WBC 優勝したいよ大空振り三振。野球に感情は必要だったんや。大谷のキャリアハイ OPS イコールトラウトの通算 OPS は頭おかしい。コンスタントにここまで活躍するの本物感ある。ジャッジ大谷レベルの棒を毎年のように安定して叩き出す怪物。世界1位と2位の選手が同じチームにいるのになぜ勝てないのでしょうか。